どうも皆さんお元気ですか？宮野真守です。はい、今回の企画はこちら、ダン、宮野パイ剥いてみた。俺剥けんの？こうやって真ん中に芯があるんだ。きっと分からん。ヘルプカードもあります。教えてくれるわけじゃないんだ。これはリンゴの用に使う。いけるわけないじゃん、こんな硬いの。リンゴの用ので、これリンゴか。そっか、上手に切れんだ。これ真ん中から下手で、これお買い得です。ぜひ。いやーマジか。だからこん中にあるかどうか聞いたのにさ。ヘルプ。おっ、テレフォン。なるほど、聞くこと。チーム木原さん。木原さん何でも知ってっから。木原さんに聞いとけばね、バンマスですよ。バンマス出てくれよ、出てくれよ出てくれよ。一回しかつかないんだぞ、テレフォン。おふざけんな。もしもし、宮野です。木原さん、パインの剥き方をぜ教えてください。折り返し待ってます。これさ、折り返し来たらテレフォン続いてることにしてよ。なんで留守電なんだよ。大事な時に。いや、わからんな。落としていいのかな。下手。髪の毛の部分。あー、いかない。ノコギリだ。ノコギリだな。さては、でもノコギリご家庭にのキッチンにある。めっちゃ行く。ノコギリだ。俺の初パイン。人生で初めてパインのこの頭のとんがってる部分を外しました。買ってこんなんなってます。こんなんなってますよ。うわぁ、これ先が長いぞ。これ前半であんなボケてる場合じゃなかったよ。これどうすんだろう、こっから。あ、真ん中カッチカチ。切ってみよっかな。こうか。柔らかいとこ行った方がいいもんね。こうか。ちゃうな。こうか。ねえ、包丁だよな。でもな、絶対に後ろからかな。硬いな。もう横だと思うんだけど、これ失敗になっちゃうかな。これだけもらって帰ろうかな。紐でこうくくって、あ、これにこれをつけて、うちがもう遊びをしようかな。もう少し端を切ってください。お、教えてくれんの？あ、もう時間がないから巻こうとしてんだろ。もう少し端を切ってください。いや、本当にわからん。行っちゃっていい？いいよ。まあ、切れるっちゃ切れるけど。あ、あ、ここ柔らかいよ。ここさ、こうやってさ、こうやってだって。ここでさ、こうやって言ってもいい？こうやって。もうみんなが心配してる、した顔して見てるから、行ったろ。後戻りはできない。でもどこ切ったかも分かんない、こいつの修復能力。あー、分かんないな。よし、ライフライン。よし、これ来たね。ネット検索、パイナップル剥き方。なるほど、ここを持ってここを取る。お、ここまで合ってる。そりゃそうか。これ食ってるやつ見たことないもんな。おぉ、ほんで？はい。はーい、はーい、そうなの？ロードトゥーリビング。あ、いけた、ほら。あ、曲がっちゃう。この部分も食べれるよね、後でほじくろ。いや、こんな切り方見たことなくない？ほら、見たことある。みんなパイン
パインのこういう風な輪切り、ここからどうすると思う？知らないの？これはね、この皮の部分をね、剥くんじゃなくて身をくり抜くんですよ。こうして、こうして、もうちょっと端っこ切ればよかったな。あ、いけるいける、よし、いけてない全然残っちゃってるけど、いや、見てください、ここ、さっき断ち切ったところですちょっとこれが邪魔してるようですね。ロードトゥーリビング、ほら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 、いや時間かかったな、ほら剥けた。せっかくなんでパイン用の器具を、じゃあこれなんじゃないかな。あ、ダメだ、これ削れちゃう、ここに果汁が出てきちゃうんだよね。これじゃないのか。くり抜きたい、絶対なんかあるはずなんだよな。かね、ペースト状にするか、一思いに。あ、もうライフライン残ってないんだっけ。おー、出てくれ、1枚せーの、松井松井かー、そうだ、引いてなかったわ。松井、松井は何してくれるの？あの、一緒に考えるお前知ってんのか、じゃあ。ちょっと俺も知らないんだろなんだよ、大野がよかったよ。ロードトゥーリビング、こう、あ、違うか、これ、これが使い方が正しい、これ正解なの？これ正解らしいパインをマトラスに切らないで使うのが正しい。え、これパイン切らないで使うの？ヘタだけ落として押し込む。嘘だ、じゃあもうこれは完成させようよ。はい、ということで今回はパインを剥いてみた画像検索という形で僕が剥くことができたパインでございます。これをこの後咀嚼音でね ASMR していきたいと思うのですが、最後にね、もうこれだけを試して終わりましょう。ロートリビング、本来やりたかったパイン剥き用の器具を使ったらどう剥けるのかっていうのを今からやっていきたいなというふうに思っております。身が見えるまで切ると、さっきそのヘタのとこだけ落としちゃったからね、分かんなかった。それでここに刺すと。なるほど、そういうことか。だからこの形はこの形で正しいんだよ。これをやるとこのいわゆる缶詰のような輪切りが出てくるんだ。うわ、すげえ見て、すごいこれ、うわー楽しい、これうわ、これすごいわ、これ楽しいうわ、興奮するから、あ、いった、それよ、それ、ここまでブリって言ったもんね。このまま抜くの、抜けるのかな、いきますよ、気持ちいい、あ、ちょっと引っかかってるけど、うわぁこれが見たかったんや、これがやりたかったんや、これはすごい。ほら、これくり抜いた後もね、こうして使えるもん、今後は無駄がないよ、この器具。こうしてこうして置いとけばいいんだもん、こうやってあたかもまだあるかのようね。で、これを取って取るの、まだ終わっていなかったよ、この器具の楽しさ。これはすごい、見て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 ほらほらね、えこれね、このまま守られできるもんね、すごいわ。これもこう、こうやって使うもん、すごいわこれ。いや見て、剥けました、食べやすいしね、
ました。宮野パインを剥いてみた、いかがだったでしょうか。いろいろ今回は勉強になりました。さあそれでは次は食してみたいと思います。次回もまた見てくれよな。これからやるのはパイン食べてみた。需要あんのかしら私の ASMR は。キャさんちょっと、どうしたいくよ。なんか食ってんの。最後まで見てくれてありがとう。楽しんでいただけましたか。宮野真守のロードトゥーリビング、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。